グロースウムシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 軍に属し、この市は、同軍東部の中級中心をなす。グロースウムシュタットは、ヘッセン州南部、オーデンバルト辺縁部、ラインマイン地域の端に位置している。地域内の最高地点は、ハイデルベルクの海抜365メートルである。グロースームスタットは、北はミュンスター及びバーベンハウゼン、東は、 シャーフハイム及びメムリンゲントヘイヒストイムオーデンバルト西はオッツベルク及びグロースチンメルンと境を接する人口約2万2千人のほぼ半数が中核地区に住んでいる残りの半数は1970年に市町村再編によって合併したドルンディールク、ホイバッハク、クレーシュタットク、クライムウムシュタットク、ライバッハク、リーヒエンク、ゼムトク ビーベルスバッハクに住んでいる。グロースウムシュタットは743年にオートムーンディスシュタットとして初めて文献上に記録されている。しかし入植の歴史はこれよりもずっと古く、旧石器時代の入植地跡が見られる。また、西暦125年より以前に設けられたローマ、帝国高地ゲルマニア属州のラインガワウガン地区、すなわち現在の南ヘッセンにあたるディブルクを 首言うとするキビタス・オーディリン・ジームに含まれていた。この頃以降にこの地域の定住化、ローマ化が始まったと考えられている。中心に市場や行政地区が設けられ、その周囲を農場が取り囲んでいた。農場の余剰生産分は、中心都市、ディーブルクの住民のみならず、リーメスに駐在する兵士も養っていた。こうした、ビラルスティカの中心となる建物は、 現在の市教会の位置にあった。この構造は、こうした農場の一般的な図式に合致している。ただし、この頃すでにドウ栽培が行われていたかどうかを裏付けるものはない。この農場は、3世紀末にアラマンニ人が侵入するまで存在していた。この後、最初の記録がなされるまでの450年間の出来事は闇の中である。アラマン人やその後に侵入した。 フランク人の墓は現在の地域に入植地があったことを示している。旧農場の中核となる場所に教会が建設されたことも、定住地の継続性、あるいは少なくとも、旧入植地との意識的な関連づけがあったことを示すものである。オートムーンディスシュタットという名前は、オートムーンデスの土地という意味である。ただし、ローマ人の地名の伝統から、オートムーンデス、イコールアドモンテス。 すなわち、山沿いのを意味すると考える別の説がある。この説は、ディーブルク方面からこの街に着いた時に感じる地理的な特徴をよく説明している。この後、フランク人がアレマン人の支配地域を征服し、王領として保護し、白がこれを統治した。ウムシュタットの行政機関は、現在の全粛を含む地域全体のみならず、オッツベルクやヘヒスト、 ブロイベルク、シャーフハイムの領域をも包含していた。ウムシュタットはこの頃、教会や、白の館を有する市場開催権を持つ町になっていた。766年に、古田修道院がこの地の所有権を獲得し、985年には3つの、教会、水車が設けられており、武道栽培も行われていた。中世世紀の発展を受け、ウムシュタットは1263年に、 都市圏を獲得し、市壁を備えることとなった。古田修道院が有していた市の所有権は、時代とともに分割されていった。ハーナウ博とプファルツ博が、市の統治圏を分け合った。上官の建設も記録されており、ハーナウの上官は、市の北東角にあった水木を拡充したもの、プファルツ博の上官は、市の南西角に設けられた。 この間に実際に統治権を行使する定理の貴族の館が築かれた。特に、バムボルト・フォン・ウムシュタットの邸宅は、領上間を凌駕する規模であった。ヘッセン・ホーハク・ビルヘルム一世は、バイエルンのフェーデで,で1504年に、皇帝マクシミリアン一世の命を受けてこの都市を占領し、ハーナウ家の所領部分を引き継いだ。プファルツ博家の統治により30年戦争の直前に、 発展を遂げ、この都市は最盛期を迎えた。現存する視聴者も1596年から建造されたものである。両方備えた強固な防衛施設は戦争による破壊を防いだものの住民たちは飢餓に苦しんだ。30年戦争後、この都市はさほど重要でない地方都市になっていた。旧区裁判所1802年に、ヘッセンホーハクは 市の全党治権を獲得した。その後、ディーブルク軍が新設されるとウムシュタットは、副軍長としても言うべき地位となった。多くの役所、学校、区裁判所、軍立貯蓄銀行、軍立病院が設けられた。1857年以降は、クラインウムシュタットやベニヒウムシュタットと区別するため、グロースウムシュタットと表記されるようになった。オーデンバルト鉄道によって、 ハーナウミヒエルシュタット・エイバー・バッハと結ばれた後、この都市には多くの工場が進出した。1933年にウムシュタット住民の60%が NSTP に投票し、1938年にシナゴーグが襲撃された。このシナゴーグは結局1978年に町の諮問委員会の意思に反して解体され、 ヘッセンパークや外博物館に運ばれた。第二次世界大戦後、人口が増加し、さらに多くの町村合併がなされたことにより、人口は約22,500人にまで増加した。グロースウムシュタット市は、都市計画策定過程や都市機能拡張への参加が、住民単位やサークル単位で活発な都市である。グロースウムシュタットの市議会は37議席からなる。 資産次会は、市議会の議席配分に応じて参加する。2008年現在、市長の他10人の参事からなる。グロースウムシュタットの市長は、2006年1月1日から、ヨアヒムルパートが務めている。どちらも、ブドウ栽培が、有効都市協定締結の起源となった。歴史的市長者ブドウ畑から、グロースウムシュタットを望むグロースウムシュタットは、 長いぶどう栽培の伝統を有している。この都市は、オーデンバルトのぶどう島と呼ばれることもあり、ヘッシェ・ベルクシュトラーセぶどう栽培地区に属す。毎年9月15日の次の週末に、ワイン作り祭りが開催されている。鉄道交通、オーデンバルト鉄道の駅は、グロースウムシュタットの他にクラインウムシュタット区とビーベルスバッハクにも駅があり、ハーナウ、フランクフルトアムマイン。 エアバッハ行きの列車が停車する。バス交通高速バス路線671系統、及び681系統がグロースウムシュタットとゼムダー、エック、ディーブルク、ダルムシュタットを結んでいる。この他シャーフハイム、オッツベルク、ミュンスター、ゼムと方面へのバス路線もある。道路交通連邦道 B45 号線のバイパス道路がグロースウムシュタットを通っている。 自転車道をよく整備され、標識を完備した自転車道路網が設けられている。ドルンディール区を除く、全宿へ自転車道を通って行くことができる。強盗、シンガーハンネスは1800年以降、ゼムト村にしばしば滞在した。彼はここで、オーデンバルト、シュペッサルト、あるいはベッテラウの詐欺師や強盗たちと連絡を取り合っていた。1802年5月にゼムトの 天使食堂で、シンダーハンネスは、後にオーデンバルトの強盗となり1814年に、処刑されるヨハン・アダム・ホイスナーを叩きのめしている。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。